はい、坂林。ここは近鉄線 B1 京都駅なんですが、今回は4月29日ということで観光特急青荷吉が営業運転を開始いたします。いやー、京都駅すごい人だかりですね。今回はこの列車の1本後の京都始発の青荷吉に乗っていきます。
申し訳ない思った以上すごい飲み物もと一緒になるので特別コーヒー、ホットコーヒーというのもホット紅茶からお選びいただきましたホット紅茶でいただきましたご注文確認させていただきます。クリアファイルお1つ、キーホルダーがお2つ、バターサンドセットのホット紅茶がお1つ、以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。水滴にしか来ない。終点の近鉄奈良駅に到着です。動画の方はいかがだったでしょうか。いやー本当に豪華で快適でしたね。また乗ってみたいなと思いました。この列車また折り返して京都方面に向かいます。では動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。